早くタバコをやめて机の上をちゃちゃっと片付けてくださーい。タバコ何ですか。やれやれ、何の反応も得て。まあ今日はね、12月23日だったような気がしますね。みんなは、明日はね、女と過ごすので、10日目で過ごすのは今日がクリスマス前最後ということですね。というわけでね、まあ毎年恒例東海オンエアのプレゼント交換でございます。そんな恒例だっけこれ。2回目だよね。そう、恒例でございます。曲を流しまして、僕がなんか適当に目つぶって止めるんで、ちょっと夢丸と哲也はうまいこと僕のところを回してください。僕はここに今いることにします。あ、じゃあもう物を今からこうみんなちゃんと回してる感じね。そうですね、まあ普通に音楽はね適当にします。あれ柴田あんの、これサンドボン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 、いや僕買ったんですけど、はいはい、めちゃくちゃ家に忘れてしまいまして。おー、でもあります。じゃあ柴田さんはまた後日相談していただける。ちゃんといいものがあるんで。なるほど。え、あ、持ってきたってこと。忘れたけどあるけど、何何してる、何してる、何こす、股間もさぐってんの。カメラ向けられた瞬間になんか仕込みがあるの。まあまあ、じゃあ芝居さん、そういうことで、りょうくん、包みだけじゃまず見せてください。包みはこんなの。なるほど。おー、これはりょうくんがりょうのだよ、やっぱり狙いのは。分からん、考えても。違うかも。今日に限って俺なんだけどね。おお、なるほど。これはなかったから。あ、中身違うの。そう、はい、なるほどね。ゆめちゃんは。で、僕はこれです。お、大きい。はいはいはい。これは何だ。てつやのがな、去年当たっちゃったよな。なんだっけ。去年なんだったっけ。俺去年なんだっけ。はじめの一歩じゃなかったっけ。それは違うの。違う、それは違う。ん、あれそうだっけ。はじめの一歩だよ、俺がもらった。あ、そうですか。で、俺が当たる。はじめの一歩で思い出した。てつやさ、なんかの動画でさ、僕にはじめの一歩全巻を送る予定。うぜえな、マジで。またゲン、9時に、8時59分なんだよ。下手の本さんがはじめの一歩全巻送るっていうやつあった気がするの。あった、ありましたわ。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけな、なんだっけ、なんかであったわ。なんかだな、一緒にいたね。いた。デーメシさんで徹夜司会だったけど。逆クイズじゃない。逆クイズ、あ、いや、あるぞ。違うっけ。いや、でもそんなメンツで逆クイズだったような気もするな。なるほど。あれクイズ、え、クイズ、タクイズ。いや、それにね。あ、違う、それタク、それタクイズだ。逆クイズ。あ、発音が似てるからだ。全然関係ねえわ。はい、僕のはこの紙袋で、徹夜くんのか。おお、なんか楽しそう。楽しそう。サンタさんにちゃんとしてちゃんとラッピングがありましたね。はいはいはい。そうだね。はい、しまっ。ちょっと見え、破れてるよ。やばいやばいやばい。見ないように気をつけて。トイザラス、トイザラス。はい、というわけで、音は編集で後から入れることにしましたんで、1分50秒で止めます。結構長いですね。めっちゃ長いと思うよ。まあでもみんなテンポはみんな決めていいんで。はい、というわけで皆さんは早送りしつつ曲が流れますんで。はい、それではいきます。クリスマス交換プレゼント、クリスマスプレゼント交換、よーい、スタート。メルシーマッチ、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 ちゃんと入る。おー、はよー、ハマテン、はよー、クイだぞ。シャフルズ、シャフルズ、シャフルズ、あ、もうこっそり、順番変えてる。もういい。じゃあ1分20秒にします。やっぱり長すぎるので。俺のプレゼントが重いんだよな。重い。何、やばいやばい、詰まってる。ごめん。おりゃー、おりゃー、こうしてやるぜ。おう、おう、おう、お、詰まってない、詰まってない。おう、おストップ。自分の、お、欲しい。1個ずらしてください。じゃあ戻す感じ。1個ずらすとなる、うん、こうですか。はい、ほら、欲しいやつだ。りょうくん、俺自分のやばい、自分のなってる。自分の、あ、やばい。じゃあ僕で順番変えるとそうなっちゃうの。そうだね。ちょっと抜きたよ。あ、でもこれもう1個ずらしたら全員ずれるのか。ん、いや、だったらもう1回やったほうがいいね。長い。はい、もう戻してください、元の位置に。もう短めでやる、短めで。すみません、バカでした。ごめんなさい。正解だ。こうなることがあります。そうだ、いくよ、短めで。いきます、よーい、スタート。はい、じゃあ俺のストップ。お、はい、あ、うわー、この状況。え、あ、やばい、1個ずれるよこれ。むしさん、あ、これむしさんか。うわー、お、あ、じゃあこれでいいんじゃない。これでこれでいいか。さあ、お、虫さんのやつかこれかな。そうですね。お、みんな誰が誰になった。俺がリョウのやつ。
俺はとしみつのやつ、うん、で、俺のやつ夢丸、ミスさん、うん、で、てっちゃん、僕が芝居の外れということでいや、俺当たりだったじゃあ、誰から開けていこうかな。わ、じゃあ、りょうのやつ開けちゃっていい？大丈夫、りょう、一番手に開けて。いや、別に全然、なんの本当いいよ、開けてみて。なんかダイヤモンドとかじゃない？本当に違うんだよな。うわー、うわーっていう気持ち、俺は。あ、そうそう、一応ね、あの今回は1万円くらいっていうラインを送ってますんで。りょうからプレゼントもらうって、もうあれだよね、その世の人からしたらなんか殺されかねない。いや、価値やばい。去年もお前に渡してお前床に置いてって結局もらったから。確かにまたりょうのやつだ。いい匂い系はダメ俺は。それそうなんだよ。いい匂いじゃありませんように、ドン。いい匂いです。いい匂いだ。いい匂いだ。いいじゃん、いい匂い。使いなよ、いいな。どうやの？いやー、マジかー。わー、いいじゃん。先頭入ってるやつだ。あ、先頭じゃん、先頭。先頭じゃん。うわー、だから、哲也が弾いてほしくなかったんだよな。年見つあたりに。うわー、これ床に置いてあるぞ、これ。なんか、使い勝手による、俺は。使い勝手とかじゃない、置いとくだけのもので。あ、じゃあいいじゃん。で、俺の家の匂いなんだよ、もはや。ええで、それが2つあって。ストーカー来ちゃうよ。えこれ教えな方がいいよ。これ何を欲しがるのか、ね、今の絵返して俺の家の匂い。これ開けるものなの？開けるもの、開けるもの。あ、これ結構最初大変って感じ？で開けんな、早く開けろよお前。何やってんだよ。あ、開かねえんだけど。あ、こういうこと？あ、こう、こう、こうなのね。俺の家の匂いって北海道で2個買って1個開けて1個、まあ、まだ開けないでいいやと思って置いといたやつ。へぇ、ずっと家にあったから値段も覚えてないし。よいしょ。もしかしたら8万円かもしんないな。じゃあ全然安い、全然安い。うーん、何これ、中身。それをその壺に入れといたらその壺からいい匂いするよって。へぇ、なんかひじきみたいか。うん、これを開けてもう中にバババって感じ。そう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 。で、閉めとくの？閉め、あ、半開きとかにしとくと半分匂いが出るし、ランプのせいみたいな感じ。匂いと匂い出る。え、じゃあちょ、今入れちゃおう。確かにね、もう入れた方がいい。おお、いい匂い系好きだよ俺ね。なんかこれ本当はこの人に言ってほしかったのにみたいなのはね、ありますからね。ああ、本当だ、徹夜だけは嫌だっていう。家広いし、一個じゃ足りないだろうし。まあこれは俺の自分の部屋に置くとするかな。徹夜の匂いに負けそうなんだね。汗臭い、汗臭いね。靴の匂いやな。じいちゃんの匂いするわ。そんなひどくねえよ。俺臭すぎ。おじいちゃん、君たちがね、そうやって言うせいで会った時に意外と臭くないんですねって逆につまんなそうな顔されるからやめて。いいことじゃん、じゃあハードル下げて。じゃあつま、嫌な顔すんだってみんな。なんか、え、普通ですねみたいな。あんま、あ、おじいちゃんの匂いすると思って聞いてきたのにみたいな。そう、それを求めてんのに。話と違うじゃんって。そう、なんか、え、偽物じゃんみたいな。うわ、なんか持ってんだみたいになるから。そんな今年より加工したんだみたいな。そういうのがありそうね。パネマジみたいな、なんかそのスメマジしてるからさ俺。パネマジ、本当に臭いからな。勘違いしない。時と場合によるんでね。ああ、でもいい匂い。で、まあ、いいプレゼントよ。うん、これはいい。うん、いい匂い。これは俺も好きな匂い。嗅ぐ？いや、いい匂い。サンサンしてる。ああ、でもいいね。うん、まあこれはじゃあありがたく、前回みたいに使う使わないとかがないんでね。はい、まあ部屋にこう半磨きで置いておかせていただきます。はい、世界最古の薬局らしいよ。やば、そこがやば、薬草すぐ出回るからな、やっとに寮の家の匂いで。そう、そういうのね、言うとで、あれ俺の香水もなんか買いましたって人めっちゃいいだもん。俺が高く売れるかもしれないな。そう、じゃあ次どこ行きますか。まあ誰でもいいですけどね。じゃあ俺ちょっと、なんと、はい、まあ、かぶりなんで、ちょっとメスさんにかぶり？お、匂い。なんとかぶりました。ほう、あ、僕はあの、僕は本当はあのアイアンマンの頭を買ったんですよ。あー、ないらんかった。大きさは？うん、バカでけえっす。いや、惜しかったわ。普通に頭分なんですけど、それいい。それでかすぎてちょっと持ってこれなくて、まあ普通に忘れたんだけど。関係ねえじゃん。だからまあ急遽用意したのがそれって感じですね。あの、あげて急遽でいいのあるのか。おお、これですか。それです。これは、これ芝居が買ったバスボムでしょ。あ、それは別件、別件ですね。これは別件なのね。まあ、仮に僕が買った芝居にあげたやつですね。バスボムで汚れちゃってる。これは別件なんですけど、この香水は東京を練り歩いてたら、はい、なんかおじさんがいたんですよ。いや、いるでしょうね、それは。いっぱいいますからね。でも香水屋のおじさんがいて、はいはい、だから今から調合すんぜみたいな、はあ、調合してそのままうんぜみたいな、うん、っていうすごい香水屋さんがあったんですよ。そこで買った香水でございます。なるほど。ちょっとね、これちゃんと一緒に誰かいるときに芝居普通に使ってたよね。え、これ1万7000円。え、かかしてください。
あれだ。え、ちょ、これあれ、あ、昨日不意に使ったかもしれない。昨日焼き鳥もだもん。めっちゃ新品だからそれ。中古の俺につけてきたもん。今までスリープッシュしかしてないから。いやでも普通にいい匂いですね。うん、それはね、サトウキビを調合したっていう、ちょっと珍しめの香水ですね。めっちゃいい匂いのさ、消しゴムの匂いしん。わかるだよね。消しゴムって言うな。昨日この匂いが全然分かってくんなかったんだよ。あのオレンジ色の消しゴムの匂い。それ消しゴムでいいやん。消しゴム調合すりゃいいやん。じゃあそう、僕でも香水とか自分で絶対買わないタイプなんで、じゃあもらってよかった。じゃあつけたってくださいわ。はい、プレゼントだな今の。自分で買わないもの。確かにね。まあまあいい人に当たったわ。さあ僕、哲也さんのプレゼントですね。じゃあちょっと破れてるんですけど、はい、じゃあ見ていきましょう。おお、おお、なんといいじゃん。おお、ホルモンですね。マキシマルさんホルモンの。おお、めっちゃ欲しかったそれ。あ？あ、何それ？マキシマムザホルモンと新曲だ。新曲のやつと分子図鑑の元素図鑑。最初に俺はこれの2つを見て、うん、まあなんかありだなと思って、これとプラスもう1つなんか買ったらまあいいでしょうと思ってたら、もう1個でいけちゃうやつ見つけちゃって、うん、でもまあ順番的にまあじゃあ全部いっちゃえと思って結構まあ奮発っちゃ奮発ですかね。物産好きそうだね。いやこれ僕普通に買おうか検討してるもん毎回。でも誰に当たっても何かしら喜べるかな。うん、うん、普通に面白いですね。これ嬉しい。昨日の夜でしょ。これ昨日の夜。あの後イオンに行って閉店に10分前に行って買った。あ、イオンで買ったんだ。そうそう。へえ。あ、いいな、俺も欲しかったと思って慌ててちゃんとこれ自分の分も買いました。えっちゃんの分は？えっちゃんの分は？えっちゃん自分で買ってるでしょ。もうこれはちょっと借りるわけにはいかないんで。はい、そうですね。ありがとう哲也、なんか普通に嬉しいな。これは素晴らしいわ。これはいいね。図鑑もパラパラ見たら楽しそうだし。これ CD だけ持ってるんだよね。なんで、なんで、なぜか新刊ですよ、新刊これ。ありがとうございます。よかったよかった、喜んでいただき。はい、僕のやつなんですけど、はい、僕のやつ人によってはハズレになるかなと思ったんですけど、まあ年別ならいいんじゃないかということで、じゃあ開けてしまいます、はい。まあなんとなくちょっと形で分かっちゃったかもしれませんけど、ん、台形のもの。なんだ？お、漫画だ。箱の箱の箱の。え、ちょっとなんかいっぱい漫画入ってるな。漫画？漫画なの？漫画というかまあ本ですね。おお、いやこれいいな。あ、出た。君たちはどう生きるか。君たちはどう生きるかだ。巷で虫さんに似てると噂されてる。そうなの。それはさすがに似てるな。知ってるよ。いや本の選びは悪くないと思います。いや、これもすごい有名だね。これも芥川賞取ってますし、これも本屋大賞取ってます。え、そうなんです。はい、鏡の。読めんわ。見して見して。はい、これは今年の本屋大賞取った本ですね。おお、いいな。風とともにゆとりぬ。はい、これは僕が概要欄を書くときにね、こういう文章書きたいなと思って参考にしてる。これは単純に僕がおすすめしたいだけの本ですね。いいな。まあ別に新しい。浅井亮さんの本です。はい。浅井亮さん。はい。一冊で100回笑える。いやマジで面白いですよそれ本当に。コンビニ人間。はい、それは芥川賞取ってますね。ええ、マクタさんがか。こちら。はい。でこちらは。タワワのおっぱいは好きですかということで、ね、ラノベエッチンですか。あのなんかそんなまあおっぱいメインですね。あいつ漫画 100% 漫画後ろから読むやつ嫌いだ。漫画後ろからペラペラするめんどくさ。まあねこれ俺が言うことやろ。まあ、としみつさんね、東京へ行くことよくあると思いますので、まあ、その暇な時間に読んでいただければと。俺本ね、意外とね、嫌いじゃないのよ。うん、ただ、なんか何読んでいいか分かんなくて、家で結構読んだりするのよ。うんうん、本当に暇な時は。自分で買ったりするし。で、分かんないからこういうのありがたいです。はい。これは名作中の名作なんで、うん、ぜひ読んでください。嬉しいな、普通に。よかった。さあ。りょうくん行きましょうか。夢丸の夢丸が去年送ってくれたあの電動歯ブラシ、僕普通に毎日使ってますもん。もうあれはね、いきます。ちょっとこれね、ちょっと気をつけてちょっと開けてもらいたいですね。気をつけて、はい、ゴミの脱ぎたてパンティだったら雑でいいやん別に。ねえ俺さ、こう毎回さ、ゴアミとか言うやん。家帰ってとかさ、会った時に怒られるんだからそれ毎回言うのやめて、もう聞いてるから。ごめんって。お？お？店舗？何これ？あ、なるほどね。いきます。おお！何これ？お、そんなんなんだ。何これ？何これ？これはですね、天気が悪い日とかに結晶ができて、まあ今日天気がいいか悪いかって分かる
ものです。なんだそれ、かっけー、面白い。気圧のやつですよね。そうかっこよ。晴れる、なんかね、晴れると結晶が何もない。これに置くんだ。え、じゃあ今結晶がこれあるってこと。だから今曇りでしょ、曇りとか雨だから結晶ができるよっていう。へー、すごくないそれ。ストームグラス、へー、かっこよ。めちゃめちゃ飾るやつですね。木の台座がいいですね。まだ何これ、おしゃれじゃん。またおしゃれなもん言っちゃったよ。これりょうくんに行ってよかったね。てちゃん、てちゃんち行ったらここで水こ、お腹の水こぼれてるから。あれ言ってんだろうね。飲んでみたらっていうとこから。こうなって、いいね、かっこいい。これはかっけー。これはいいっすわ。え、じゃあこれが透明になるってこと。透明になる。晴れた日は多分透明だよね、これ。すごいバカな。何言っとんねん、まあなことはない。19世紀ヨーロッパで主に航海時の天候予測器として使用されていました。すごい。洒落てる。湿度を測る的な。へー、ちょっと割れ物なんでね、気をつけて、はい、持って帰ってください。わかりました、ありがとうございます。いやー、いいですね。いいよ、これは。おしゃおしゃおしゃ。さあ、最後僕ですか。はい、としみさんが買った芝居のレナント。僕はね、誰だろうな、てつやとか、りょうとかに行ったら、まあなんか、おー、まあ、りょう俺ダメだった。いや、芝居でもいいんだけどね。つまり、足の長い人向けとですね。なるほどな。いきます。はい、麺乾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 麺。いきます、はい。なんだよ、あら、へぇ、かわいい色してる。これさ、あれエルメス。エルメス、エルメス。いや、見て、なんか最近見たんだよな、この箱と思ったわ。エルメスだ。エルメス、俺生まれて初めてエルメス見たんだけど。はい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 、エルメス。なるほど。ふざけた高いブランドってイメージのまま生きてきたわ。いや、俺も初めて入ったのよ、エルメスに。エルメスってもうこの感じ、わかんないじゃん。いいの？高いだろうな。絶対にこの中で一番高いぞ。絶対1万円じゃないよなと思ってるけど。せーの。これこれ。何これ、何これ。エルメスのトランプ。トランプ、おしゃれ。よくない。いいね。見た瞬間に意味わかんないと思って。100均でいいじゃねえね、トランプね。で、クソ高いでしょ、どうせ。これ2個セットで1万5000円って。面白いっつって。紙高っ。おもろ。すぐくださいっつって。かっけー。これプレゼントで超いいな。いいね。すごい。あ、横すごい。横が銀色。うわ、すごい。かっこいい。いいな。こんなん買うもん、自分で。置いとくだけでいいもん。いい。大丈夫わけで。なしばいにって、なみなのかな。変なとこ行っちゃうのやだな。うわ、でもすごい。すごい。横超綺麗。かっこよ。使うのもったいないぐらいだよね。使うのもったいない。うわー、かっこいい。一個使うようだな。なんかシャンパン飲みながらトランプするっつってこれ出すのめっちゃいい。シャレすぎって。今日なんかおしゃれ率高いね。今回みんなちゃんとしてましたね。これはいいわ。あ、超綺麗。いいな。これすげえ。すごいね、ぱっと見なんか全然白なんだね。これね、自分じゃ買わないもんね。うん、買えん。これもらったらいいな。うん、エルメス。いや、これは嬉しいです。スーパーギフトみたいな。さすがにこれは嬉しいです。行ってみたいわ。めっちゃいい。なんかこれいい根幹会じゃん。じゃあチェス版とかもあったんだよ。あ、あったね。一緒に見てもなんなら。たまたま。いや、しかしいい根幹会ですね、今日は。なんかもうボケも特にね、なくね、非常に良かったと思います。素晴らしい。さあ、皆さん明日が本番なのでね、明日はあの一中の女性、一中の女性というかね、仲良くしてる女性とにプレゼントなんかをあげて喜ばせてあげてくださいね。はい。何ですか？すごいピンと星がありますやん。大丈夫ですか。というわけで、じゃあ皆さん、良きクリスマスを。お疲れ様です。メリークリスマス。メリークリスマス。